剣かわいいやん、これ。やっぱ、すげえな、服。どうも、ネオモンゴル一派の山口です。ということで、今回もブルーアーカイブやっていきましょう。ということで、3章の6話から、エデン条約調印式の続きから、はい、見ていきましょうか。よろしくお願いします。まあ前回は先生が疲れたなーぐらいで終わってたけどな。はい、まだしばらく暇そうだし、適当にぶらつこうかな。そんな感じでいいの？あれやな、正義実現委員会やな。はい、すいません、業者の方ですか？こちらには入れませんのでご遠慮。あ、風紀委員、確かに風紀って書いてるわ。ここを2人が守ってんねんな。そこは関係者専用だ。見物人はあっちの方に。先生は関係者なんや。一応関係者です。はい、そこの風紀委員の方、今この線を越えませんでしたか？あー、そこもバチバチしてんねんや。は、そっちが線を踏んでたからどかそうとしたんだけど、もしかしてトリニティのやつら喧嘩売ってんのか？こうなったら話は早い。取り締まってやる。な、急に増員、支援を要請します。増援を。ラスボスいきなり出てきてるやん。ヒヒヒ、急に委員長。そやんな。増員どころか剣先輩。ヒヒヒ、いや、そうなるわ。皆さん、ここで喧嘩はダメです。せっかくな、調印式始まってんのにな。初めて見たわ、その顔。せっかく平和のためにこうして集まったのですから、そうでしょ、剣さん。ここにいらっしゃるのはシャーレの先生だ。覚えておけ。怖い、今の顔。はい、肝に銘じます。怖ー、ありがとう。ごめんね、それに剣ありがとう、ほんまにな。剣かわいいやん、これ。その顔を常に見せてよ。いえ、そんな、とんでもありません、先生。乙女の顔なってるやん。常にこれでいいって。では、その、私は他の任務がありますので。剣かわいい。ふ。やっぱり、剣、優しいんかな？どうなんやろ。はい？助けてくれてありがとう、ひなただよね。はい、あの時以来ですね、先生。助けて来てくれた時ね。あの時、シスターフットが来てくれて助かった。いえ、私はあの時、あまりお役にも立てず。私はただ、やたら力があるだけで、あまり役立たずですいません。そうなんだ。そんなことないよ。今日は他のシスターたちも。はい。桜子様の指示なんです。やっぱ、すげえな、服。なんか、急に思ったけど。前回の事件をきっかけに方針が少し変わったこともありまして、これまでの無干渉主義がこの前の事態を招いた、そう考えたのかもしれません。これからはもっと積極的に対外的な活動をされていくとのことで、シスター桜子ももうすぐ到着されるかと思います。私たちも基本的にはいろいろと調印式の手伝いといいますか、いろんな方の案内や警備のお手伝いなど。よろしければ先生に古聖堂をご案内いたしましょうか。ほう、よかったらお願いしてもいい？はい、今はまだ時間もありますので、それではこちらへ。へー、なんか、そういう、まあでも、トリニティの歴史があるみたいな、そういう話やみたいな。すごいところだね。はい、この、通行の古聖堂は、長い間廃墟として放置されていましたが、今回ここで調印式を締結することが決まり、大々的な修理が行われたそうです。その決定についてはトリニティの渚さんとゲヘナの誠さんとが、合意したものだと聞きましたが、それでも全体が修理されたというわけではなく、調印が行われる場所だけのようですね。下の方はまだ廃墟の状態で、あくまで噂ですが、この古聖堂の地下には、大規模なカタコンベが存在するそうです。カタコンベ、数十キロにも及ぶ地下墓地。第1回公会議の時の記述でも終わりが見えないほどだったと言われていて、こちらの方は塞がれてますね。まだ修理中で危ないからでしょうか。いろんな歴史がある場所なんだね。まあ公会議の場所なんやな。はい、なんせ第1回公会議が開かれたところですから、公会議において締結される会議律というのは神聖なものです。その神聖さといいますか、戒律の守護者たちのその名残のような何かがまだここに残っているような感じすらします。
守護者、戒律の守護者、それについては何と言えばいいのでしょう。約束というのは同時に破った時に関するルールが一緒に設けられることが多いですよね。そうでなければ誰も約束を守らないということもありますし、そのルール、制約の役割を持つ人々のことを戒律の守護者と呼んだんです。約束を守る人たちに、対処するトリニティの武力集団、それが、ユスティナ生徒会です。今の正義実現委員会みたいな。はい、歴史的には私たちシスターフットの前身でして、これ言ってたな。あ、桜子様が到着されたみたいですね。渚さんの到着もそろそろだそうです。おお、集まってきたな。中途半端になってしまってすみませんが、そろそろ行きましょうか。こう主要メンバーがどんどん集まってきた。ひなも行くんや。準備はできた。はい、大丈夫です。あ、そういえばパンデモニウムソサイティからポセイドンに行くための車を貸してもらいました。お、車どうして。自分たちは今回最新の飛行船を購入したようで、空飛ぶ私たちと綺麗に比較できるように貴様らはチベタを張ってこいと誠さんが。これ誠がちょっと歪んでるだけやんなこれ、うん、またそういうところに予算を。まあ今更か。これまでずっと調印式への出席をさせまいと邪魔しておいて、最後はこうして用意っていうのも変な話だと思うけれど、イオリや千夏たちも待ってる。急ごう、うん。お、は、気に食わないのはわかるけど言ったでしょ、アコ。別に風紀委員会が解散するわけじゃない。これはただエデン条約機構という足かせをパンデモニウムソサイティに、はめるためのもの。はい、分かってはいるんです。風紀委員会はほとんど変わらないでしょう。そして誠には制約がつく。ですがその時委員長は、まあその辞めようとしてるっていう感じやな。とりあえず今は式に向かうのが先。その話は調印式が終わってからゆっくりね。はい、アコはあれやな、寂しそうにやっぱするんやな。お、そろそろ。おと噂をすれば影、パンデモニウムソサイティ、これか。これ映ってたけどそれやったんや。ゲヘナのパンデモニウムソサイティが新型飛行船に乗ってやってきたようです。それやったんや。なるほど。あ、へえ、こんなメンバーなんや。うん、まことね。ゲヘナ学園の議長、すなわち生徒会長のハヌマ誠です。さすがと言いますか、ものすごいカリスマです。多分あれがゲヘナの生徒会長としての威厳。キキどうなんやろうな。こう巨乳にキレはしてたり、そういうのは見たけど。そしてトリニティ総合学園におけるティーパーティーのホスト、桐藤渚も古聖堂に到着したようです。まあ確かに今って動けんの渚様しかいいひんのか。両学園の主要人物が次々と集まってきています。ちょっと大掛かりになってきた。そろそろゲヘナの風紀委員長も、到着とのことで、周囲の雰囲気はますますヒートアップする一方、皆さん引き続きこの様子をご覧ください。ほー、あ、アリウスか。準備は問題なし。わー、こっちもこっちでやっぱ何かする感じやもんな。はい、終わりました。チェックもできてますし、いろいろと確認を。あの人形との接触の方は、人形スッスなら、問題なさそうだな。全ては整った。これから辛いことになっていくんですね。みんな苦しむんですね。ですが仕方ありません。そう、それがこの世界の真実。へー、な、アリウススクワット作戦開始なあ、するんや。そっか、準ミサイル発射済みな。これから5分後にターゲット地点に着弾する。チーム2とチーム3は通路の前で待機中です。時間に合わせて作戦地域に突入する予定ですね。古聖堂の崩壊と同時に突入。ミサキはチーム2はトリンティを、ヒヨリはチーム3と、ゲヘナの方を頼む。これあれやもんな、古聖堂の崩壊ってそのミサイルの着弾点はやっぱあそこってことやもんな。なんか実際には正義実現委員会が本気出せばアリウスは大丈夫じゃないかみたいな話してたけどな。うん、しかもあれやねんな、どっちにつくわけでもなくどっちも狙うんやな。了解。チーム2の方は剣を警戒しろ。チーム3の方はヒナを気をつけて動け。はい、わかりました。ヒナさんですね。チーム1とチーム5は、あ、通路に沿って地下へ。知っての通り一番重要な任務だ。地下あれやんな、墓って言ってたな。うん、
姫、分かってる。気分は悪いだろうけど、もう少し我慢してほしい。な、どういうことなんか。沙織様、私は他に用事がある。それが終わり次第、チーム5に、合流予定。では、3回。きゃー、バトル起きそうやん。な、お両方、腹筋委員会も、な、正義実現委員会もいて、二課もいて。へぇ、こんな感じだったよ。ほう。え？どういう、あれ、あずさちゃん、どこに行くんですか？聞かなくてもいいでしょ？トイレよ、そんな感じなんかな？ちょ、BGM が、ちょっと、な、煽ってるから。ですが、トイレはあちらではなく。おー、飛んでるわ。え？ここな。はぁ。ひょう。今、何か変な音が。何？何かが飛んで。きゃ。まだ終わってなかった。いや、これから始まる。沙織、まさか。ここに落ちるわけやもんな。ひな。で、条約の両者が手を。あー、ここに落ちるんか。へー。うわ、マジか。さあ、続きまして、第7話、人灰に染まる日。え、これが、キャ。こっちに怪我人が。へぇ、めっちゃ大規模な戦闘やん。キョウキョウ、誰か。あ、緊急事態です。古生堂が正体不明の爆発によって火に包まれ。これ、ミカのところやんな、多分。これは一体、戦闘が、崩れています。ナギちゃん。なんかミカの表、っていうか、マジこんなに。気をつけて、そっちは。なんですかこれは。あ、あずさちゃんはどこに。先輩たちが。小原ちゃん、ひふみちゃん、待ってください。状況が把握できるまで動くのは得策ではありません。ですがあずさちゃんが。あずさちゃんも正義実現委員会も少なくとも自分の身は守れます。今はそれよりバラバラに散らばることの方が危険です。でも花子ちゃん、小春ちゃん、私たちどうすれば。ほーん。あ、ひな。いやでもひなも傷を負ってもんな。何が起きた。爆発、攻撃された。状況は、さっきの何かが高速で飛んでくるような音、それにこの被害状況。巡航ミサイル、それも対空防御システムが迎撃できないほどの速さで。ラムジェットエンジン、キボトスでそこまでの技術を持っているところは。いや、それだけじゃこの規模の爆発にはならないはず。はじめから古生堂に爆薬が。一体どこからが罠だった。それに誰が。トリニティ、シスターフット。違う、今考えるべきことは。アコア、無事。だとすると、次に動くべきは。確かに。ヒナでこれやったらさ、先生ってめちゃくちゃ、なあ、傷を負ってるはずやんな。ヒナさん、まだ立ってますね。どうしましょう。あれを受けてまだ立ってるなんてすごいですね。強いですね。まだまだ戦うだなんてどうして。痛いはずなのに、苦しいはずなのに。ほう。あ、やれ、特にヒナだけは逃がすな。いや、結構すげえな。なあ。はい。あー、アリウスの兵隊がな。そういうことみたいでして、すみませんね。アリウス文庫。あなたを先に行かせないように言われてるので、すみませんが、これも命令でして。どきなさい。やっぱり、辛いことばっかりですね。おー。なんか、成功だ。これぞ、計画通り。キャキャ。誠先輩、一体何を。これ、邪魔者はすべて消える。ティーパーティーも、あの目障りだったヒナも。わかるか、イロハ。これぞ、一石二鳥ってやつだよ。いや、どうなんやろ。これ、やってないけど、被害出てちょっと喜んでるだけってこと。
何を隠そう、この誠様はトリニティを恨んでるアリウスと前々から結託していたのさ。ティーパーティーの内紛もクーデターも私は最初から知っていた。全ては今日の計画のために。クーデター、いつの間にそんなこと。つまり先輩は最初からエデン条約を結ぶ気はなかったと。ああ、そんなことこれっぽっちも興味はないね。私の関心はずっと邪魔者どもを片付けることだけ。いつまで経っても姿を現さないティーパーティーの奴らをおびき出すため、あくまでそのために条約へ同意するふりをしていたのさ。そのついでにヒナまで片付いた。こんなラッキーなことはない。そのためにアリウスは多大なサポートをしてくれた。この飛行船だって私たちの交友の証としての贈り物。敵の敵は味方ということだよ。さあ、アリウスに連絡を。本格的にトリニティの壊滅戦を始めようじゃないか。で、まあでもあれやんな、沙織視点ではそのヒナを狙えとは言ってたけど、誠は狙うなってことやったんや。ヒナに渚、私の邪魔者はもう誰もいない。今こそトリニティをキボトスの地図から消え去る時だ。誠先輩、そのアリウスが下手したらトリニティ以上に憎んでいるのが私たちゲヘナなんですよ。どうして私たちと手を組むと思ったんですか。ほう、何？え？ねえねえ、このたくさん置いている箱って何？取扱い注意、可燃物って書いてあるけど、まあつまりはまたあ、そういうこと。ここにも爆弾乗りまくってんねんや。まあつまりはまた誠先輩が騙されたと。あ、そういうことね。いや、どっちにしろかい。あー、ぐちゃぐちゃしてる。やべえ。いやちゃんと倒されてる。チーム2報告を。チーム2、古聖堂に侵入した。そろそろ正義実現委員会との交戦に突入する。そっちは。あー、こっちも用事は終わった。チーム3、現在ヒナさんと交戦中です。チーム5は、予定通り地下に侵入中。了解、すぐに合流する。ほートリニティ、そしてゲヘナよ。これまでの長きにわたる我らの像、その負債を支払ってもらう時だ。我々アリウスが楽園の名のもとに。ほー、貴様らを審判してやろう。はー、なんか一瞬、あ、え、アロナ、先生、目を覚ましてください。なんかアロナがさ、ストーリーで絡むこと全くなかったけど、ここで絡むんや。いや、俺の話をちょっと整理させて。ミカがアリウスと組んでたりもしたし、じゃあ誠とも組んでたりして、どうなんやって。悩んでるっていう感じ。いや、なんやろうな。まあでも結局アリウスは、かなり悪いことをしてるっていうね。先生、目を覚ましてください。アロナで、これがな、気になるよな。その端末自体がちょっとやばい感じはするけど。アロナ、先生大丈夫ですか。気を確かに。一体何が。ほんまにな、いつもの感じじゃないもんな。これ見たことないわ。古聖堂が爆発させられて、なんとか先生を守ろうとしたのですが、もうこれ以上はしっかり力が。アロナ、うん。いやー、でも、何これ。え、なんやこいつ今のは。え、またわからんやつが。先生、あ、ひなた先生、ご無事でしたか。っていうか、あー、まあでもそっか、体動かない。先生はか弱いって言ってたもんな。か弱いって言うとあれやけどな、キボトスの人よりかはね、銃弾とかも効くしっていう話やったし、よかったです。かろうじて瓦礫の隙間に。待っててください、すぐに私が。大丈夫か。あ、これだけの力があることに感謝します。先生、立てますか。起き上がる。やっぱキボトスの人って力強いんや。瓦礫、ひなたが怪力でこうガッてやってくれたんや。お怪我はなさそうですね。あの爆発に巻き込まれてほとんど傷一つないんだなんて、本当に奇跡のようです。うん。あ、先生ご無事でしたか。先生、あ、剣も心配してくれて。正義実現委員会の皆さんって、みんなすごい怪我は負ってるんか。これくらい大したことはありません。
ですが先ほどの爆発で正義実現委員会のほとんどは戦闘不能になってしまいました。それに渚さんや桜子さん、それ以外にも多くの方が、見当たらなくて、ゲヘナ側もほとんど見当たりませんね。これは一体どういう、またアリウスが来たんか。あー、岬ね。作戦地域に到着、正義実現委員会の残党を発見。いや、訂正、残党じゃなくて正義実現委員会の神髄だ。剣に蓮見か、兵力をこっちに回して、これより交戦に入る。アリウス文庫、どこからこれほどの兵力が、どうやって。周辺地域は全て警戒態勢だったのに、まさかっていうか、誠様があれやったのか。地下か、全然誠様は関係なかったな。まさか地下から、古生堂の地下にあるあのカタコンベから。なるほど、つまりこの状況、あなたたちアリウスの仕業だと考えて良いのでしょうか。許しません、その代償今ここで。蓮見、落ち着け。はい、そうですね、ありがとうございます。剣、今は先生の安全が最優先、先生を連れてここから離脱します。あ、暴れるのは私の役目だ。さあ相手してやるぜ、虫けらども、かかってきな。いやー心強い。先生行きましょう。うわー、あ、この二人なんや。さあ倒せましたが、一体何ですかあれは。はん、倒、あー、こいつがあの威力、そしていくら戦っても手応えのないこの不思議な感覚、あれは本当に人、それともシスターひなた。あの姿本で見たことがあります。あれは生徒会の服装。生徒会、ほう、へえ、ユスティナ生徒会、数百年前に消えたはずの戒律の守護者たちがどうして今ここに。いやー、なんかそれを復活させる技術的なところなんや。次回、人灰に染まる日。さあ第8話、人灰に染まる日2個目。な、生き返らせてやけど、霊的な尋常ではない数です。周りに数十、いえ、数百人規模の、そんな技術もあるんやな、アリウスはそういう技術っていうか、紛争とか戦うのに特化してるところって感じやんな。追いついた、生徒会のミメシスも確認、条約に調印がなされた、それに人形との取引もうまくいったみたいだね。アツコ、ほう、アツコはそれに言ってたんや。あ、こいつも何かわからんもんな。木の人形、あ、え、ゲマトリ、あれあいつやんな。そう、欲しいのが契約したあいつもゲマトリアの同行みたいな言ってたよな。マエストロ、不作法だな。私を呼ぶのであれば芸術への敬意も込めてマエストロと呼んでほしいものだ。そなたらにはまだ芸術の何たるかは焦燥だろうか。ならばすまないが、そなたらとは、楽しい対話は成り立ちそうにない。知性、品格、経験、それらを備えてくるがいい。キボトスの生徒たちを、どうか私を落胆させてくれるな。されど、あの守護者たちの、威厳を、ミメシスできるというその一点には興味を引かれた。それに免じて今回はそなたらを助けよう。戒律を守護せし者の血統、そのロイヤルブラッドの解明が、動作する様を見届けられたのは後人であった。でもこのさ、知性とかを備えてくるんだなってアリウスに言うっていうのがさ、あるやんな。そういう勉強とかのができひんみたいな話あったもんな。おかげで私の実験はさらに崇高に近づくことができるだろう。ふむ、説明は退屈にして由しなしいことだろうか。では約束通り、この地下にある競技の、元まで、案内してもらうとしよう。何もんよ。さあ言うかな。なんか頭に釘刺さってるからな。触れてどうなんやっていう悪いやつっぽかったけど。け、攻撃どうよ。っていうか数百体いるって話やもんな。倒しても倒しても
キリがありませんね。この者たちは一体、まあ、まずいですね。せめて先生だけでも脱出を。誰や、あ、こっち、ヒナ。おー、ヒナ、ゲヘナの風紀委員長。ヒョリ、もしかしてヒナを止められなかった？ゲホゲホ、すみません、ダメでした。生徒会が権限するよりも前に、全員なぎ倒されて。ほー、ヒナが来てくれたんか。正義実現委員会、先生をこっちに。今は時間がない。組んでくれ。わかりました。よーし、ハスミいい笑顔やった。先生、私たちがここで敵を止めます。あとはあの風紀委員長がきっと何かしらしますから急いでください。ハスミたちは、私たちは先生の退路を守ります。はい、不快ではありますが、あの風紀委員長は私たちがそうすると信じているのでしょう。確かに今はそれ以外に方法がありません。でも、先生、今トリニティの首脳部陣はほぼ壊滅状態です。シスターフットもティーパーティーもいない今、先生にまで何かあっては本当に収拾がつかなくなってしまいます。先生の無事を祈ります。その道は私たちが守ってみせますから。先生、急いで。先生、お願いします。今行ってください。先生、まあ確かに先生としては生徒を置いて逃げんのかっていう話やねんな、これ。ヒナの元へと走り出す。確かにな。いやー、やっぱ先生やな。風紀委員長、先生をよろしくお願いします。ヒナもな、こっちに来て先生を来てくれたわけやからな。任せて。先生、今あの怪物たちはまともに相手を取れる方法はない。今は包囲網を抜けて脱出することが。まあでもダメージは食らってんもんね。ヒナ、傷が。これくらい大したことない。先生、私から離れない。退路は私がこじ開ける。ほう、さあ、抜けられたんかな。はい、続き、まあ、次に続くと、次回、憎悪の確認。さあ、第9話、憎悪の確認。抜けたところから。は、いや、まあ、でもな。先生、もう少し耐えて、ここを抜ければ。ヒナも結構限界やんな。これも何かわからんしな。ヒナさん、また会いましたね。この日和を突破してきたんやな。証拠にもなく。ああ、戦闘。兵力としては結構全員いる。え？っていうか、沙織がめちゃくちゃ、沙織を削り切ることができない。あ、できたわ。一応これで大丈夫なんや。沙織以外を倒すことで。はは。いやー、そういうことやんな。ひな。ゲヘナの風紀委員長、ようやく倒れた。やっとですか。痛かったですよね。よくあの傷でここまで。てか先生に対してはどうなんやろうな、アリウスって。トリニティとゲヘナの主要人物は全員片付いた。残りはもう貴様だけだ。シャーレの先生、狙われてます。そうなんや、俺も狙われんねんや。君たちがアリウススクワット、ふっ、えへへ。ああそうだ、私たちがアリウススクワット、ようやく会えたな先生。あずさが、ああ世話になったと聞いた。あいつには今から会いに行く予定だ。我々はトリニティに代わり、この通行の古聖堂で条約に調印した。あ、あれを奪ってアリウスが何かを結んだってこと？どういう意味？私たちアリウススクワットは、楽園の名のもとに条約を守護する新たな武力集団 ETO になったということだ。はあ。本来はトリニティとゲヘナが作るっていう予定やったあれか。これはもともと私たちの義務だった。本来ならば第1回公開議の時点で私たちが行使すべき当然の権利だが、それをトリニティが踏みにじった。私たちを紛争の原因、すなわち鎮圧対象として定義し、徹底的に弾圧を行った。これからはアリウススクワッドが ETO としての権限を行使し、鎮圧対象を定義し直す。ゲヘナ、そしてトリニティ、この両校こそエデン条約に反する紛争要素でもあり、排除すべき鎮圧対象だ。
それはつまり、トリニティとゲヘナをキボトスから消し去れ、文字通りにな。へえ、まあ恨んでるけどもね。この条約の戒律、その守護者たちと共に、貴様らは、第一回公会議以来数百年にわたって積み上げられてきた恨み、私たちの憎悪を確認することになる。だがその前に貴様を処理しておくとしようか。マジか。重厚が。シャーレの先生、貴様が計画の一番の首相になりそうだと彼女は言っていたからな。あ、ヒナがまだ動けるのか。空崎ヒナ、セナ、こっち、あ、セナもいる。救急車。お、先生、手を。おお、逃がすか。まだそんな力が。どうなんやろ、逃げ切れた。おお、逃げ切れたわ、逃げ切れた。まあいい、空崎ひなに妨害はされたが、銃弾は当たっている。あれはキュボトスの外のものだ。ヘイローは壊れ、いや死ぬはずだ。しかしあの様子、あの先生がそんなに大事な存在なのか。あの人がいなかったら全て計画通りになったはず。そうなんですか、姫ちゃん。え、それにあずさもきっと。ほう。ほう。お腹が熱い。まあ、銃弾がお腹に。よく聞いてください、先生。あなたは銃で撃たれました。奇跡的に急所は避けていますが、この、出血は放っておけません。これより、応急処置に入ります。痛かったら悲鳴を上げてください。悲鳴、死なせはしません。私は救急医学部ですから。止められはせんけど、意識にもやが。うん。いやー、なんとかはしてくれてる感じはするけど、ここでお前が出てくるのか。まさか姿を現すとはね。そのまま逃げ出してもよかったのに。あずさなんかな。お久しぶりですね。そうなるよな。はは。どうだあずさ、どうして。私の言った通りだったろう。トリニティにもシャーレにもお前の居場所はない。私たちみたいな人殺しを受け入れてくれる場所なんてこの世界にはないんだよ。どうして、先生を。そんな場所があるように見えても全ては儚く消える。さっきの先生とやらのようにな。全ては無駄だ。それなのにどうしてあがくんだ、知らずあずさ。沙織、まだ甘い夢に酔っているのか。仕方ない、手伝ってやろう。何度でもその夢から目を覚まさせてやる。来い。なあ。あ、ティーパーティー。ここは。うん。あ、はじめましてかな、先生。私の名前はユリゾノセイヤ。そして、ここは君の夢の中だ。あるいは私の夢の中かもしれないがね。ほう、セイヤ。うん。おと、もしかして、はじめましてではないのかな。これは失敬。今の私にとって時間の流れは少しばかりねじれていてね。しかし先生、大事なのはそこではなく、君と私がこうして会えているということだ。まあ確かに実際、間に入ってたんがどこの時系列かは分からんかったけどな。ここが初めましてになるんかな、セイヤとしては。さあ、ではお話を紐解いていくとしよう。から繋がっていくんかな。次回、甘い嘘。さあ、第10話、甘い嘘。はい。セイヤとの会話。先生、君はキボトスの外部から来たものであり、大人だ。となれば、契約、取引。そういった約束ごとの、持つ重要性についてよく知っていることだろう。例えば、悪魔と契約するという言い回しがあるだろう。昔話においても、驚異的な存在が何か不注意な約束をしてしまったがために敗北する。あるいは逆にそういった約束によって打ち勝つというお話はいくつもある。そこからはこうも読み取れないかい。単純な紙切れ、あるいは口約束に過ぎないとしても、約束というものは時に何かを強く拘束し定義付けることもある。契約、戒律、約束、
こういったものはそれら昔話と同様にキボトスにおいても重要な概念だ。例えばトリニティの経典には太古の始まりの神聖、そしてそれとの間に締結された10の解明が、描かれている、その他にも私たちは原初において約束を破ったから楽園から追放されたのだ、そのようなことも書き伝えられている、はあ、ああはや、これ?今更な話かな。何せ実際に君はそういった概念を利用して誰かを救ったことがあったはずだ。ほう。あ、はいはいはい、思い出してほしい。ゲマトリアはアビドスの生徒に何かを強いることはできず、ただ契約を要求していた。その契約が成立しないとなればゲマトリアは引くしかなかっただろう。ほう、確かにね、この事件もまた、つまりはそういうこと。これ自体が学園間で行われる約束事であることは確かだ。しかし、この条約が行われる特別な場所、そして条約締結のために集まった代表者たちの資格、そういった要素により、これらは大きな意味を持つ約束となった。歪曲されつつも、これは明らかに公会議の再現。そしてその約束である戒律を守護するユスティナ聖徒会を特殊な方法でミメシスとして権限させた。つまるところ、契約を、曲解し歪曲し自分たちの望む結果を捏造した、そうまとめても良いだろう。これがゲマトリアの言う大人のやり方、うん、念のために言っておくが、私はこれらのことを事前に知っていたわけではないよ。あくまで君の夢を通じて観測しただけだ。あれらは私の基本的な理解を超えた不可解な存在だからね。形式的な話から離れると、詰まるところアリウスの背後にはゲマトリアがいて、アリウスは倒れることも死ぬこともない、強大な軍隊を手に入れた。これが現在の状況にして事実。はあ、なんか悪い裏にはゲマトリアがなんかね絡んでるんやな。私たちがかつて追放された楽園エデン、その名を冠する条約のもとに、うん、あずさの、うん、ふ、そうやんな、痛そうですね。相変わらず未熟だ。何も考えずに突撃とは正気か、アズサ。お前の特技はゲリラ戦、その中で相手の隙をつくことだ。それは自覚しているだろうに、私と正面から戦って勝てるとでも思ったのか、うん、グッ。サオリ、この状況何が目的だ。ミサキ、残りの時間はあと5分くらい。そろそろ状況を把握して両学園の予備兵力が到達する頃だと思う。十分だな、起こせ。ああ、お前がわざわざ来てくれて手間が省けた。お前の裏切りによって多少計画はズレを生じたが、まあ誤差の範疇だ。本来ならこの場に来るのはミカだと呼んでいた。しかしあのバカはもう使えない。となると危険分子は渚だったが、幸いに何の疑いもなく調印式に参加した。シスターフットまで一気に処理できたことはまあ予想外の成果だったな。何が起きているのか教えてやろう。私たちはエデン条約を奪い去った。はあ。条約が締結される古聖堂に巡航ミサイルをねじ込み、邪魔者たちを、片付けた。そして条約の内容をねじ曲げたのさ。理解できないという顔だな。あずさ、忘れた?私たちにはトリニティとしての資格が、なるほど、あるんか。元はトリニティっていうのはまだ失ってないんや。この条約は第1回公会議の再現。あの時までは、各派閥がそれぞれ権力を持っていた。そして公会議当日、すべての派閥が集まって新たなトリニティとなった。ただし私たちアリウスを除いて。だから私たちは何も変わっていない。まだ形式としては権限を持っている。トリニティとゲヘナの間で紛争が起きた時、エデン条約機構がそこに介入し紛争を解決する。これがエデン条約。
ただそこにエデン条約機構はアリウススクワッドが担うと書き添えた。ただそれだけ。それだけでは大して意味がないようにも思えますが、戒律は本物なのでミメシスができれば、こいつらがいることによってこう正義実現委員会だけでもいけそうって言ってたけど、力としては膨大なものになったんか。ユスティナ生徒会、戒律の守護者にしてトリニティの伝説的な武力集団、正確にはそのミメシスだが戒律を守護する存在だ。すなわち私たち ETO を助けることになる。トリニティとゲヘナの敵対行為は神聖なる戒律への違反行為、つまり紛争の原因であり鎮圧対象だ、ようやく理解した。この襲撃は単に各学園の首脳部を狙ったものでもなければ、事態を混乱させるためのものでもない。エデン条約の書き換え、それによってあの不可思議な兵力を確保することが目的だったのか。アツコ、それはできない。やめておけ姫、今はダメだ。あいつの意地を折るのはそう簡単じゃない。前々からそうだろう。その意地を思いよ、すぐそばで煽る存在がいたんだろうな。この世界の真実を隠し、事実を歪めて嘘を知る、そんな悪い大人が俺のことか。まあその先生もすで、に片付けた。だからあとはもうゆっくり教え直せばいい、トリニティでは楽しそうだったな。あの生活は楽しかったか。好きな人たちと一緒にいること、お前を理解してくれる人たちと一緒にいることは虚しいな。思い出せ、お前を理解して受け入れてくれるのは私たちだけだ。ここがお前の居場所だ。お前はその真実から目をそらし、甘い嘘に目がくらんだ。そしてその弱さがお前をこうして敗北させている。私たちを止めたいか、ならば私のヘイローを破壊してみろ、シラス・アズさん。条約の主体である私たちが存在する限り、この戒律は永続していくだろう。ヘイローを壊しでもしない限りはな。今のお前に足りないのは殺意だ。しかしお前にそんなことができるのか。あのセイヤの任務からも逃げたお前が、私たちを騙そうとしてまで綺麗な場所に残ろうとする、そんなお前には無理だよ。セイヤもこの後すぐに見つけ出す。お前の後始末はこっちでしてやろう。ペロロ様、ぬいぐるみ。また逃げる気か、アズさん。リーダー、ティーパーティー参加の砲撃部隊みたい。予想より早かった。反対側からは50ミリ、迫撃砲、風紀委員会の予備部隊かな。こっちも想像以上に早い。あのヒナがいない状況でも。ほう。なんとか逃げることはできた。あ、ティーパーティー護衛部隊の隊長、トリニティにこんな人いてんな。先ほどはゲヘナに後ろから刺されたという報告が、彼女たちを一刻も早く始末せねば。調印式会場にミサイルを撃ってくるなんて、ゲヘナの連中はどこまでも。あ、まあ、ここまでは伝わってないんや。前方にゲヘナの敵弾兵部隊を発見。相手はどうなんよ。よくも委員長を、絶対に許しません。トリニティを蹴散らして一刻も早く、委員長を見つけねば。まあそうなるよな。いやでもアコも結構血出てたりな、傷を負ってね。後方部隊は他の負傷者の捜索と救助を。私はすぐに。行政官、傷口が。私の傷なんて今どうだっていいんです。早く見つけに行くんです、早く。どうなんや、うまく伝わってないんか。古聖堂の外部に待機していたゲヘナとティーパーティーの予備兵力も動き出しを確認。もうすぐ両学園の正式戦車部隊がこの辺りを通るかと。アズサリーダー、アズサのことは一旦後で、これからどうする、ユスティナ生徒会は確保できた。次はトリニティだ。地下通路からトリニティ自治区の背後に回り込み、そこから蹴散らしていく。あいつらが少しでも身を置いていた場所、木の一本、枝の一つすら残さず消し去っている。裏切りの代償ですか。まあヒナのいない、ゲヘナは後でもいいか。異論はないよリーダー。
トリニティはセイヤと渚の襲撃時に何度も侵入している。風紀委員長を失ったゲヘナはただの寄せ集めに過ぎない。となると、あの木の人形が約束した戦術兵器を確保するまではひとまず待機。ここで適度に両学園の戦車やら、予備兵力を相手すれば良さそうかな。そうだな、まあここまで来た奴らに挨拶でもかましてやろう。私たちを苦痛の果てに追いやった憎きトリニティとゲヘナに。で、ではやっぱり戦うのですね。辛そうですね。すごく辛そうですが、仕方ないですよね。さあ、ユスティナ生徒会、私たちエデン条約機構を助け鎮圧対象を制圧せよ。あれはなんだ。うわ、幽霊。まあ、両方ともに攻撃をし始めた。次回、加速する混乱1。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとなー、わからんくなってきたな。先生も、いや先生も傷だらけやしな、トリニティもゲヘナもね、壊滅状態。はい、ちょっと俺の声が不安になってるって。はい、ということでちょマジで気になるけど、一旦今回はこの辺で、終わりたいと思います。ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。お疲れ様でした。